美味しい水は。ちょっとね、1日2リッターの水を飲んでみることにしました。もうなんか最近いよいよ健康志向になってきました。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日のお話は、まあ、ちょっとね、初心者向けの方ではない、まあ、ただね、初心者の方も、まあ、これをね、将来出場するのを目標にというかね、こういう世界もあるんだっていうのをね、ちょっとね、踏まえた上で、もしよろしければね、聞いていただけるといいかと思うんですけど、スピードキングツアーというのを全国回ってね、そういうレース聞いたことありますか？まあ、ない方も多いと思います。もちろん当然知ってるよって方も多いと思いますが、私も当然知ってましたね、やってるのはね、まあ、なんでね、この急にこの話題をね出すかと言いますと、遠藤和樹という男、知ってますか？アクソンね、まあ、最近非常にいいクオリティの高いね、製品たくさん出しているメーカーさんありますよね。まあ、そこでね、営業されてるんですか？営業か、ちょっとそこは詳しく分かりませんが、私もね、彼の存在はここ近年ね、結構ちらちらね、見かけると言いますか、すごい、ただ業界ではかなり、有名な方みたいなんですけど、言い訳じゃないんですけど、ちょっとなぜね、彼のことを深く知らなかったかというと、私は2004年か5年ぐらいね、レディオガガお店始めたんですけど、もうお店はね、もうタミヤだけだと、ね、もうタミヤショップだというのを前提に始めてましたし、あとドリフトも流行ってきてね、タミヤとドリフトっていう形でね、ずっとやってきたっていうのもあって、そのツーリングとかその競技の世界に全然ちょっともう目がいかなかったんですね。興味がなかったわけじゃないんですけど、もう全然目がいかなかったんですね。もうそっちの方に一生懸命、私自身もね、商売始めたばっかっていうのもありますしね。でそのうち興味出てきたのがね、バギーじゃないですか。で、まあ、バギーもすごい一生懸命やってたんですけど、まあ、ちょっとその辺りのオンロードのね、エキスパートの世界の方って、ちょっとあまりね、タミヤのね、河野くんとか多分その時代だと思うんですけど、まあタミヤだっていうのもあってね、よく知ってたんですけど、まあそういうのもあってね、まあなんとなく、そういう存在がね、遠藤くんという方がいるなっていうのは分かってはいたけども、まあ、ちょっとどういう方なのか全然知らない、ね、もう本当本人にはすっごい失礼なんですけど、ごめんなさい。っていうのあってね、最近なんかちょくちょくとね、お見受けすると、まあ、アクソン立ち上げられた時なんかもね、お電話いただいたり、あったらね、アクソン製品よろしくお願いしますって言って、ね、まあ、なんてこう軽薄そうなやつなんだろうってね、まあ思う部分もありましたよ。で、ただよくよくね、この間ね、結構ね、じっくりとお話しさせてもらったら、まあ本当ね、かなりね、相当やっていたって言うんでね、で、まあ、交友もすごく深くて、私なんかはね、全然もうすっごい狭いで世界で生きていますから、彼は本当この業界の方って広い、ね、お知り合いがすごいたくさんいる方で、まあ、本当軽薄そうなね軽そうなあんちゃんだなぐらいのね思っていたんですけど、まあ、実はねちょっとね、深くね、ある程度ちょっとお話したら、もうなんて熱い男なんだろうってね、まあ、人はね、腹割って話さないとわからないですよね。で、一緒にいた、最近ね、もうすっ超、クールなね、動画を出している安藤さんね、安動画の安藤さんともね、一緒にお知り合いになって、まあ、結構ね、なんかお話したんですけど、でそこでね、ちょっとスピードキングツアーをね、高橋さんやりましょうよってね言ってくださったんですよ。スピードキングツアーね、
遠藤君がやってるんだねってね、あなるほど。でね、そのスピードキングツアー、まあ、考えとか、概要とかね、まあ、どういったものかっていうのも、まあ、よくよく、聞いたらですね、まあ、とにかくこうですよ、結論はこうです、いろいろありますけど、まあ、本当に、ラジコンを、まあ、かっこいいものだ、華やかなものだ、ね、そして、本当にラジコンの業界をすごく思っていて、このラジコンをなんとかこの社会認知度の高いものにしていきたい、そのツールとしてスピードキングツアーを始めてみたり、ね、その内容もね、まあ、いろんな、ラジコンはね、もう超特化したものから、本当に入り口のベースのもの、彼が、受け負っているとか自分がイメージしているのはもう本当上の方です。だから、本当にね、そのスピードキングツアーというのはもう昨日今日始めた方がやっぱすぐにね出れるものではないというのも残念ながら事実、ただしその高いというかね、その突き進んだところでの活動を担うという意味では非常に情熱的で、本当に、業界全体のことを、考えていてっていうのがね、まあ、本当なんかね、遠藤和樹ワールドっていうのがあるんですよ。私はね、もうこの間話しながら、遠藤和樹ワールドに俺ははめられそうだとかね、いいよもう分かって、遠藤和樹に俺は騙されるよとかね言いながらもね、まあ、よくこうやってね話してたんですけど、まあ、とにかくね、高橋さんもね、スピードキングツアーに出ましょうよってね、すごいグイ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 来るんですよ。私ね、ツーリングはもうぶっちゃけお話しますけど、まあ、タミヤのツーリングがすっごいたくさんやってましたよ。ですが、私がラジコンを現役やってる時はもうツーリング1本です。でもツーリングに命を燃やしてやってましたからね。なんですけど、そのお店を始めてからというもの、このハイエンドツーリング、速いツーリングをもう向き合うどころか、まともに自分が所有して操作するというのも、6年ぐらい前とかに、プロスペックの細田さんがやってる PRCA のラジセン名古屋にね、もうちょっと細田頑張ってるからね、俺も行って応援しようって言うんでね、ただ残念ながら、大変失礼なんですけど、マシンも借りて出たという、もうここ13年ぐらいで私にツーリングカーを走らせたのって、要はその1日だけなんですねっていう実は状況で、まあ、スピードキングね、すごい誘われたんですけどね、まあ、とりあえずね、一つ思ったのは、もう私がツーリングやりたいとかやりたくないとか、まあ、まあ、そんなんじゃなくって、まあ、とにかくあそこまで情熱的にね、このスピードキングというツアーというものを使って、この業界を盛り上げたいっていうものに関しては、まあ、やはり私もね、すごい共感する部分があって、まあ、本当微力ですが、私もね行ってちょっとまあ加担と言いますかね行ってね、お話あそこでね、いろんなユーザーさんと触れ合って一緒にね、もう無残ながらもねレースに出てねっていうのも、まあ、っていうかもう遠藤和樹に別に騙されてもいいなとね、なんかそんな思いがあってね、まあ、ちょっとね、とりあえず、まあ、今現時点では、まあ、マシンも持ってる、まずマシンを用意するところからなんですね、年6回ということで2ヶ月に1回でやってらっしゃると、で9月だったかな、次もちょっと近いんで、まあ、次回には難しいにしてもね、まあ、その次ぐらいとか、まあ、私が行動範囲でね、行ける範囲でうまい、ね、タイミングで、例えばね、今も同じ世代の、まあ、同じ世代って言ったら失礼かな、僕私よりだいぶ若いんですけど、中京でね頑張っている親泉君とか、和歌山の、富田君かな、勝手に私は、同世代だとね仮に思ってるとしたら、そういう方たちとも、まあ、触れ合うきっかけにもねなりますし、まあ、お互いね刺激し合えるっていうのもあるかと思いますんでね、まあちょっとそんなんで、まあ、
現時点で断言はできないですけど、まあ、このスピードキングツアーというのもね出てみてね、行こうかなという次第ですね。まあ、それにあたってはね、この私のね動画を見てくださる方、本当に幅広い方見てくださってると思うんですが、私の中では基本的なコンセプトとしてはね、まあ、サーキットデビューされてこれから上手くなりたいという方とか、サーキットに行ってみたいなっていう方を一応ね中心としてやらせてもらっているつもりなんですね。なんですけども、まあ、一応こういった世界もあるという意味でね、将来的な、目標としてね持っていただくという意味も含めてね、まあ、ご紹介、今後ね、させていただければいいかなとも思いもねありまして、まあ、まずは、まあ、将来、まあ、やるんならね、まあ、ちょっとエントリーマシンを準備した、ね、そしてエントリーするとこぐらいからねちょっと始めていっても面白いかななんて、思った次第で、まあ、一応シリーズとしてね、まあ、今日第1回目、まあ、2回目がどのくらい先になるかわからないですけど、このすごいね、遠藤和樹というポジティブシンキングの塊のような人間と、それを、支持するというかね、その仲間たち、というこの今ね、ラジコンの業界の一角の部分でこの業界の果て願っている、そしてすごく心から楽しんでいるというこのスピードキングツアーをね、まあ、ちょっと今後ご紹介していけたらなと思っていますね。まあとりあえずね、私はねこの遠藤和樹というこの波にもねちょっと巻かれてみようかなと思っています。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。